訪れたのは竹原市本町。創業56年を迎える喫茶プリンス。その外観は洋館を彷彿とさせます。コーヒーの香りが満ち溢れる店内は、マスターがドライブのお土産に購入してきたという民芸品などがあふれ、独特の雰囲気に満ちています。モーニングはないとのことなので、焼きサンドを注文。パリッとしたトーストにはみ出しそうなボリュームの具が嬉しい限り。コーヒーゼリーはママの手作りだとか。マスターのプチ自慢は手作りのアラビアンナイトをイメージした人形。その造形の細やかさにマスターの丁寧な人柄が現れています。おいしいモーニングで爽やかな朝を迎えて、今日も素敵な一日が待っていますように。